ありましたよ、シュシュ様。あれじゃ、お城って。ようやく見つかりましたね。でも、あの距離を一瞬で移動なんて。ふん、その勇者ももうすぐ私の下僕になるのよ。 見つからないわね。かもしれませんね。ここに来るまでに。シュシュ様！あ、リュッ。いえ、それが町の人に聞いたんですけど、別の大陸。この世界に降りてくる時に見ま、あんまり覚えてないかも。まあ、どこの世界も大体大陸は3つの。どうやって追いかけましょうか。出るには出るみたいですけど、僕たち、この、ああ、そうでしたね。 今からお金稼ぎ。いや、だからそれは目立つんで。気に入らないわね。え？何がですか？なんで分かれてるのよ。一つになってる方がいいに決まってるじゃない。いや、そんなこと言われても、もともとそういう形の世界なんですし。 私、決めた。決めたって、何を。この大陸を下僕にするわ。大陸を下僕に。できるできないじゃないわ。でも、どうやって。この大陸にあるもの、片っ端から下僕にするわ。ピュン、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  ピュン。 刃の露と消えなさい。良い修行、レベルアップ。やりーっせん。せい、こうきですね。参り。 こんなところでしょうか。覚悟、好機ですね。刃の露と消えなさい。 刃の露と消えなさい。こんなところでしょうか。勇者は
一切しませんよ。参ります。良い修行になります。まだまだ研鑽を積まなければ。行きます。せっこうですね。なさい。良い修行になりました。私の出番ね。ピュンピュンピュン。お待たせ。僕はけど。本当に私でいいんですか？私もう好きにしてくれ。よし、あらかた下僕化し尽くしたわね。本当にうまくいくんでしょうか？いくらシュシュ様でもこればっかりは。妙な揺れ方をしてるっすけど。大陸が。すごい。さすが。もっと褒めたたえなさい。アルティス、何ぼーっとしてんの？さっさとあの勇者を下僕にしに行くわよ。この子なら本当に全世界を征服しちゃうかも。別に出てきたくなんかなかったけど。しばしの間よろしくお願いいたし、容赦は一切しませんよ。参ります。こんなところでしょうか。ピュンピュンピュン。ふしとしたことが深く。参ります。お願いです。成敗。こんにちは。あなたの。そう、
めんどくさい。石、愛してるわ。はーい、よろしくね。バーカバーカ。えへWhat?